なにわさきずです。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。まあ、言うてやってますけどね。あえらいなにわですね。コテコテやね。こう、なにわの漫才師の感じの。ちょっともう M1 仕様で。ああまあまあ M1 ね。来年はその破壊と想像で、あ、ちょっと噛んでしまったんですけど。そうですね。まあまあ噛んで食べるもんやからね、そのホットサンドっていうのは。そう。ありがとう。うん、ほんと。これフォローなってたん？え、フォローだって沈むことあんの？お前と組んで、今初めて何にも思わんかった。何にも思わんかった。なんか思えやん。うん、常にね、なんでやろ。いやね、やっぱ M1 ね、はい、その優勝したら、うん。したいよ、そんな。したらね、優勝パレードとかしたいじゃないですか。あんまないやろ。なるほどな、うん、こう優勝してなんかこう賞金でね、うん、自分らでこう賞金でやるみたいな、まあ、やっぱ大体みんな御堂筋とかやからじゃあパレードはそのプロ野球ね選手とかがやったりするけどいやいやいやでもそう芸人もやった方がええと思うよ正直まあまあいろんなことやった方がええわな確かに感謝伝えるみたいなねそうそうみんな御堂筋でやるからやっぱ、まあ、パレードといえばそうよ御堂筋俺らやっぱ阪神高速で、ね、なんで高速でやんねん高速高速押さえて違う違う見に来られへんしなんでさわざわざ速い道路でやるそうや止めなあかんねんパレードってゆっくり進むから速い道路でやらんでいいまず阪神高速を1日押さえていやいや時間とやっぱ先導してもらいたいやんまあ警察とかにさ先導あるやんそらいやいや警察は嫌やちょっとピリッとするから嫌や白バイ隊じゃなくゾウゾウなんでゾウ先導がゾウゾウインドゾウ連れてこなあかんやんかインドゾウ10匹で金もかかるし何考えてんのいやなんかこう盛り上がるやんゾウが迷ったらやっぱ日本ではそんな盛り上がらんよそれが阪神高速におるやろ阪神高速まあゾウも初めて阪神高速来ると思うからちょっと興奮するかもしれんけどいや怖いよ普通に逃げ出したと思う、怖いのよやっぱ ETC つけてちゃんと止めてんやったらもう開けっぱなしでええやろそんなお前ゾウから金取るゾウから金取るゾウから金取ってるやんちちもういいよゾウとゾウ使い10人あなるほどなもったいないそんなそうなるか、まあ、じゃあラテはその案ねうん俺はゾウに先導してほしい阪神高速でそうやったら中西は、うん、3人のパレでしょもう破綻してんのそれぞれそれだから阪神高速で好きなこと言ってんのほんなうんなんかなんかあれ好きな俺好きなんやったらその歌手とか呼んでほしいのよ、うん、それやったらなるほどねにぎやかなるやろ盛り上がってくれるしねだからそれやったらまあ一日限りの復活みたいで、うんうん、俺スマップ好きやからスマップがこう特別ゲストで好きかって言ってへんやろ、うん、おいいよもちろんもちろんお前スマップをゾーンに乗せるつもりかもそう言うてへんねん俺えじゃあスマップ盛り上がるけど確かにじゃあ歌ってほしいだけな5匹やねだじゃあスマップがゾーンに乗って俺らを先導するってことうん違う違うもうスマップのやつだよもう何もうスマップメインやんそれ俺らのやつやから俺らは後ろでゾーンに乗らずにこうついてメインスマップやんついていってメインがスマップやんそうやんいや今でも想像しただけでもええなめっちゃええスマップがそう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 歌うの持ってるのはめっちゃええだからそういう高速やろ高速だからそういうのちょっとまあまあ貸し切ってるし、うん、まあちょっとね出店みたいなあ横に路肩にそうそうそうあんまないやろ出店みたいなみんなで楽しんでほしいから、うん、だからソーダとか、うん、あのそれこそオレンジジュース牛乳しょうもないや高速で酒飲むはご法度よ。いやいや車通らんからええだろ。高速で酒飲むから。いや車通らんから。いやこれはさすがにね警戒する。だからそういうソフトドリンク。あれさゾウに飲むときってそのお酒飲んでいい？あかん。あかんって知らんよ。飲酒運転。なるゾウに乗るときってお酒飲んでるね。じゃあ運転なの？うん飲酒運転になる。あそうなんもうです。もうスマップが、うん、あれやんねやろ？うん、もうええやほっといたれよな。じゃあでもダメダメダメ。でやってもらって。俺はそれかな。ソフトドリンク。それか。そう。なるほどな。やっぱでもやっぱダンサー欲しいな周りに。別にダンサーいないやん、ね、スマップの周りにスマップとゾーンの周りにじゃあジュニアのほらもうそうやんいやスマップのライブやんけただのあのジャニーズジュニアの子いや嬉しいねうんジュニアの子がこう周りで嬉しいなるほどってそうやったら普通やから、うん、ゾーンのジュニアにしようゾーンの子供来るだけやんそれ子供のゾーン子供のゾーンやろゾージュニアゾージュニアでもそれゾージルシと間違えん間違えへんよみんな間違えてあの魔法瓶山ほど発注してもらうとかないゾージルシってほんまにゾーンのやつ作ってないだから山ほど魔法瓶そのずっとほかほかの水があるだけとかになってまうイライラな大丈夫、うん、いらんじゃあゾウジュニアねゾウジュニアゾウジュニアゾウジュニアでゾウの上にスマップいやでもだからもうスマップのライブやんそうやったらもしもおっちょこちょいのスタッフやったら、うん、だからゾウジュニアじゃなくてゾウ印やと思って水筒の上にスマップ置いてもらうもうアホやねんこれはあるでじゃあスマップ立たへんよそんな上にな危な危ないめっちゃ狭いあつかギリギリのとこやってまうスマップに何やらしてんのいや危ない危ない そもそもスマップゾウ乗らすなよなってまうからまあ、じゃあスマップに料理作ってもらおうじゃん、なんかめっちゃええやんだからお店作って、うん、でスマップに頼んで俺らがこう、こんなん食べたいですあ、あんねん何があってビストロ何はビストロ、ちゃいビストロスマップってあって何がスマスマやんスワスワなスマスマスワスワじゃあってビストロスワンキーズビストロスワンキーズって何やんええやろやそれでいいわじゃあスマップメインそれで決まり何が決まりやん決まりましたおーねーって中居くんやん
誰今小島くん小島くんいらんねん中井俺中井くんがええねんただ声と見た目がキモいお前ってことそうそうそういうことそうそうそういうことそういうことまあオッケーオッケーだから賞金使ってゾウとかちゃんと呼ぶいやじゃあ足出まくりやこんなもん、うん、俺はもう使い道決まってるから2人でお前も出せもうええわ飲めしゃー